相手を一撃で倒すカーフキック、確実に当てる練習をする。強く早くは後でいい。確実に当てる練習が大事。理由は雑になり当たらない。実際に使える練習をする。カーフキック、膝関節または膝下に蹴る。続けてワンツー。慌てない。軸足は開かない。早く当てる膝下のキックは立てなくなる。大きく蹴らない。直線コンパクトに。雑な練習は試合実戦でも出る。強い選手はいない。